タバレ・ラモス・リッチ・アルディは、ウルグアイのモンテビデオ出身の元アメリカ人、サッカー選手である。現在、MLS に所属する、ヒューストン・ダイナモの監督を担っている。13年を超えるのプロ選手生活を、スペイン、メキシコ、そしてアメリカ合衆国で、ミッドフィールダーとしてプレーした。メジャーリーグサッカーに最初に契約した選手であり、キャリア最後の7年間を、メトロスターズで過ごした。 彼は3度のワールドカップ出場を果たし、2005年にアメリカサッカー殿堂入りをしている。ウルグアイで生まれたラモスは、11歳の時に家族と共にアメリカに移住した。彼の父もウルグアイでプロサッカー選手をしており、タブは幼少の頃からサッカーの試合を見ることに染み入っていった。ウルグアイに住んでいる間に、彼はモンテビデオのウニオンベシナルユースサッカークラブで、 プレーしていた。アメリカに移住した時、ニュージャージー州のハリソン、カーニーに住んでいた。セイントベネディクト高校へ行き、その高校には、数年後に、クラウディオレーナが在籍することになった。1982年、彼は、米国市民権を得た。ちょうどその頃、その地域のユースサッカークラブ、シズル FC で、高年サッカー殿堂入りするジョン・ハークスと切磋琢磨、した。 ラモスとハークスはユース年代のアメリカ代表として共にプレーした。二人は2005年に同時に殿堂入りしている。ラモスは全米高校選抜に2度選ばれ、1983年にはパレードマガジンの国内高校最優秀選手になっている。その年、彼の所属するセイント・ベネディクト高校はニュージャージー州選手権を勝ち取った。高校最終年には 高校生活161ゴールのうち57ゴールを挙げ、これは州の記録となっている。1999年にはスターレッチャー氏による1980年代のニュージャージー州のトップ10プレイヤーとして彼の名を記している。サッカー以外では高校生活中に室内トラック競技をもこなしている。1984年に北米サッカーリーグの ニューヨークコスモスがドラフト会議一巡目で引き当てたが、彼は大学へ進学することを選んだ。NSL はその約半年後にリーグを打ち切った。ラモスはノースカロライナ州立大学に進学し、4年間 NCWA でプレーした。彼はアトランティックコーストカンファレンス選抜に4年とも、そして3回の全米選抜に選ばれた。彼は ブルース・マーレイとの良好な連携で4年時に ACC を制した。1988年に大学をしばらく離れて、カキゴリンに参加した。しかし、大学後回しにして、1989年にアメリカ代表チームと契約した。彼は最終的に2001年に卒業を果たし、外国語学と文学の分野の学習を通信制を利用して終了した。 1988年、アメリカンサッカーリーグのニュージャージーイーグルスでプレーした。同じ年、インドアサッカーリーグのタコマスターズもドラフト一位指名をした。だが、彼はアウトドアでのプレーを熱望し、インドアサッカーではプレーしなかった。翌年の1989年にはマイアミシャークスに移籍し、同年リーグオールスターに選ばれている。ラモスは他の何名かの選手ともに、 1990年、ワールドカップへの準備のため、アメリカが衆国サッカー連盟そのものと契約していた。ワールドカップの後、代表チームの選手のために、アスフは、クラブでのプレー経験を積ませるために試行錯誤した。1990年7月27日、アスフはローン遺跡という形で1990から1991年シーズンをスペイン2部リーグの上、 フィゲルスと合意し、後にバルセロナの監督となるティトビラノバの下でプレーした。最初のシーズンで彼は38試合に出場し、5ゴールを記録した。1991年6月23日、フィゲルスはアスフからラモスを25万ドルで買い取った。移籍後2年目も彼は好調なプレーを見せ、スペイン一部のいくつかのクラブの注目を引くようになっていた。 しかし、この興味は11月24日のラージョ・バジカーノとの試合での退場で破綻となった。彼は3試合の出場停止を命じられ、残りのシーズンは彼は興味を失ってしまう状態になった。1992年7月31日、フィゲレスは同じくニ部リーグのレアルベティスに40万ドルで売却した。1993から1994年シーズンに、 レアルベティスは2部リーグを勝ち抜き、1部リーグに昇格を、果たし、ラモスは翌シーズンもベティスに止まったが、1994年、ワールドカップのブラジル戦で追った、頭蓋骨骨折の治療のために1試合もピッチに立つ、ことはなかった。なお、1994年、ラモスは、北、中米カリブ海、サッカー連盟の年間最優秀選手に選ばれている。 1995年1月3日、ラモスは MLS に契約した最初の選手となった。リーグは秋に開幕する予定だったが、それ以上に遅らせることはできなかった。ラモスのような選手を半年もほったらかしにするわけにもいかず、リーグは契約した選手をローン遺跡という形で何カ国かに放出した。ラモスはメキシコ一部リーグのティグレスに送り出し、 1994から1995年後期リーグでプレーした。ラモスはメキシコリーグに出場した最初のアメリカ人選手となり12試合に出場した。1995から1996年シーズンもティグレスに残り23試合にゴールを記録し、チームを1996年のメキシコカップ制覇に貢献し、これはティグレスにとって 20年のうちにカップ戦を制した2回のうちの1回となった。ラモスがメキシコにいる間、MLS は彼をニューヨーク州、ニュージャージー州をフランチャイズとする予定のクラブに配することとし、最終的にはメトロスターズとして知られることになるクラブへの配置となった。1996年4月のメキシコリーグのシーズン終了後に同年の MLS 開幕に合わせて、 アメリカに帰国した。7シーズンをメトロスターズに捧げ、その間、1996年、1998年、1999年の3度のオールスター表彰になっている。2002年5月14日、彼は同年シーズン限りでの引退を発表した。彼の引退の時には、メトロスターズ創設メンバーの最後の一員となっていた。残念なことに、彼の かつての輝きは長年の怪我のために失われてしまっていて、メトロスターズの期待に応えることができなかった。ラモスは MLS でのプレイで通算8ゴール36アシストを記録した。ラモスが代表経歴を歩み始めるのは、1982年のアメリカ市民権を取得した直後に U-20 でプレイすることに始まる。百八十三年の u 二十 f i f a ワールドカップの地域予選に15歳で招集され、2ゴールを挙げたが、0勝2分いっぱいで、決勝トーナメントに進むことはかなわなかった。1984年の夏季オリンピック代表チームの最後の一員としてラモスが選ばれた。彼はちょうど高校を卒業したところだったが、有望な若手選手として知られていた。ところが、国際オリンピック委員会が同年のオリンピックから、 プロ選手に門戸を開くことを決めた。アメリカ代表チームはホスト国として予選免除を受けていたが、アマチュア選手で構成されたチームであり、なおかつ、そのほとんどは大学生選手であった。IOC の決定により、アスフはチームをプロ選手であるポールカリジュリを除き、ほぼ解体することに至った。その後、ラモスは1985年、 FIFAU-20 を3勝2分2敗の地域予選の好成績にもかかわらず本戦行き逃したことに大いに失望したがさらに1988年のソウルオリンピック本戦での0勝1分2敗の成績にも落胆したラモスはアメリカのフル代表になるのにそれほど年月はかからなかった方だろう1988年1月10日グアテマラ戦で 初選出を受け、それから代表の中心選手となっていった。1990年のワールドカップに出場した後、US サッカーアスリート・オブ・ザ・ヤーに選出された。彼の代表での早期には、コーチ陣はラモスの役割を乱すのに苦労を重ねた。ちょうどその時には、ヒューゴ・ペレスが何年にもわたり、創造的プレーを見せるポジションとして、ミッドフィールダーを担っており、 ラモスとは水が合わなかった。ペレスとプレーしている時のラモスは居場所がまるでなかった。ラモスが力をつけ攻撃的創造性を前面に出すようになり、ペレスが徐々に代表チームから選ばれることは減ってきた。キャリアのハイライトは1993年6月9日、イングランド2-2-0で勝利した時の2アシストである。この年の後半には彼は アメリカ代表のメンバーとしてコッパアメリカ予選を戦い一勝一分一敗の成績を残した。1994年、ラモスはアメリカ代表としてすべての試合のスターティングメンバーとして再びワールドカップの舞台に立った。グループリーグを勝ち抜き、トーナメント1回戦でのブラジル戦の前半、ブラジルのレフトバック、レオナルドの肘打ちを受け、頭蓋骨骨折を被り、 チームはベベットによりゴールを奪われ大会を後にした。タブラモスは数週間の入院生活を余儀なくされ、レオナルドは泣いて謝罪に訪れた。翌1995年はコパアメリカ本戦があり、ラモスもメンバーとして4位の主君に貢献した。1997年9月7日、ワールドカップ予選のコスタリカ戦においてアメリカサッカーの歴史にとって 最も重要なゴールを決め、1から0で勝利を手にした。1998年には彼は3回目のワールドカップに出場した。最後の代表での出場は、2000年11月15日、バルバドスとの試合で4から0で勝利を収めた試合である。その2日後、彼は代表チームからの引退を発表した。代表のキャリアは81試合8ゴールであった。ラモスはまた、 フットサルアメリカ代表としても8試合3ゴールの活躍をしてのけ、1989年、フィファフットサル選手権を3位に導いている。2004年、ラモスは仲間の助けを得て、ニュージャージー州アバディーンを本拠地とするサッカークラブを設立した。ジャッサレイヨンと呼ぶそのクラブは、米国独立アカデミーリーグに参加し、ニュージャージー州に4つあるクラブの一つである。 ラモスは決勝でメキシコに敗れはしたものの2013年のコンカカーフ U-20 選手権の決勝までチームを導いた。そして同年の 2013FIFAU-20 20ワールドカップに出場したがグループリーグでは勝ち点1のみで最下位に沈んだ。2013年11月監督契約を延長した。2014年3月31日 マルチンバスケスの公認として、ワールドカップのわずか3ヶ月にも満とない時期であったが、ユルゲン・クリンスマン監督からアシスタントコーチを指名された。彼は、ニュージャージー州、コルツネックで、ガールフレンドであるトレーシーとの間に、アレックス、クリステン、セーラの3人の子供に囲まれて暮らしている。ありがとうございます。